絶好調の久保さん、プレミアでは厳しいとの声。久保ってプレミアに行けないの？スペインで強くても話題にならないし意味ない気がする。普通に通用しないし、スペインリーグレベル低すぎてね。そもそもコンカハ本人に移籍希望がなかった。全部門前払い状態。次の夏が本命やけど、レアル絡むから面倒な物件扱いでプレミアには人気ないかもな。久保がソシエダ出ないのって、弟がまだ下部に所属してるのも関係してるのかな。久保派スペインが向いてるから無理に移籍する必要ないよ。向いてるじゃなくて他リーグなら通用しない定期。マジョルカ向きまでの久保派プレミア行っても通用せんかったやろな。ソシエダ以降の久保派もう通用せんリーグなんてないわ。ないない、マジョルカ向きには完成してたよ。というかボルダラスのおかげで守備覚えてそこで完成や。マジョルカに気配ままでを証明&怪我離脱&残留争いでベンチ外やし。ソシエダでは監督やチームメイトの言う通り来た時から通用してた。